4804まで。以上、グッドフィールドグループからのお知らせでした。はい、ということで、今回はレイカズン、はい、ね、ご紹介、まあ以前にも紹介しましたけれども、レイカズンどういうお店というふうに言ったらいいでしょう。はい、那覇メインプレイス店に入っていまして、自分が多分前にね話したと思うんですけど、駐車場を止めるとこ決まってるんですよ、自分、車、でエスカレーターから降りた、多分同じ、わかります、同じシネマ側、そう、ゲーセン側でしょ、そう、はい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 、そっから降りて目の前にあるんですよ、だから絶対にいつもメインプレイス行った時に一番最初に入る店なんですけど、結構なんか個性的だったりだとか、可愛らしい女性向けの服が多いんですけど、意外にカジュアル動きやすいスタイルが自分は好きなので、なんて言うんだろう、スカートとかちょっと慣れないっていう人はレイカズン行ったら可愛いけど動きやすい服とか結構あるんで、おすすめですね。実はこの間、奥さんと一緒に行きまして、入った店がレイカズンで、まあ、これもメインプレスの方だったんですけど、まあスタッフの方がいい笑顔で、はいはい、そうですね、平中さんだったと思う、店員さんが、まあよく接してくれて、気持ちよくお買い物ができましたね、だからまあスタッフもしっかりいろんな情報もね教えてくれますし、まあ、今回はアシビナー店の情報だったんですけど、お店はね入り口はこんな感じですね、おしゃれですね、やっぱり分かりやすく、はい、こんな感じ、こういう、こういう感じで結構色物が多いんですよ。でね、思ったのが、意外にリーズナブルですよね。そうです、本当そうです、本当そうです、だから結構セットで、服が変えたりだとか、そういう感じもありますんでね、ちょっとまあこういうタイプも、そう、自分もこっち の靴持ってます、ヒール買いました、いろいろ揃いますよ、で今だとね、洋服が全品 50% 以下、でスタンプラリーもやってて、500円ごとに1ポイントで、平日は2倍雨の日の平日に行くと3倍、で20ポイント貯まると、500円分のクーポン券となるということなので、いろいろですね、いいです、だからもうあえて雨の日に行く、週末ぐらいから確か梅雨入りしそうだという、あ、そうなんですね、はい、情報がありますので、はい、土日を余裕のある方は土日を外して、平日の雨の日に行けばポイント3倍ですので、はい、賢くぜひポイントも食べていただければなと思います、ということで今日は、レイカズン、沖縄アウトレットモールアシビナー店ご紹介しました。以上、グッドフィールドグループからのお知らせでした。さあ、ではここからはちょっとメッセージ、はい、ね、ほとんど募集もしてないんですけどメッセージそうです、ねね、いただいておりますのでありがとうございます。ラジオネーム MJ さんから来ております、はい、はい、さあ KIU のお三人さん、沖縄のジョニーデップこと MJ です。 KIU カンナイハユーコ、あ、そうですね、はい、ユーサコマなんだ、なるほどね、はい、ゴールデンウィークユーコちゃんたちいろんなイベント引っ張りだこでしたね、ただキングスのパフォーマンス負けてる時に出ていってちょっと辛かったのかな、でも僕はしっかり見てましたよ、いつかカンナさんとのコラボ期待しています。ではゆうこちゃん、TIM 頑張ってね。 TIM? なんだ TIM? た、え、 TIM? うん、なんか、あ、そういうグループ名なかったでしたっけ、 TM レボリューションか、あれ、いろいろおかしくなってきたのでやめましょうね、はい、ゴルゴさんとかいるの TIM ですけど、はい、ありがとうございます。まあまあ、でもハーフタイムで盛り上がってましたからね、そう、見つけたんですよ、このハーフタイム前に MJ さんと偶然会って、で、おーって言ってここら辺に座ってるからって教えてもらったら、結構パッて後ろ向いたらすぐいて、バイバーイってMJ さん本当にバスケ好きなので、はい、なるほど、次の日の RBC に来ました、だから MJ なの、そうそう、多分そうだと、マイケル・ジョーダンから、ジョーダンの、はい、だと思います。なるほどなるほど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてドクロのピアスに行きましょうか。はい。はい、物流業にはゴールデンウィークはあってないものです。ドクロのピアスですと。まあ、大変だったんでしょうね。本当大変だったんでしょうね。なんですかその入り。いや、しんどかったんでしょう。あ、なるほど。配達、配達が。大変だったんでしょうね。あ、そうですよね、あ、そっかそっか、そういうことね、かなさん、ゆこちゃん、やあさん、ちえみさん、こんばんは、こんばんは、こんばんは、本当にこのラインナップにいない人をあげないでくれも
勝手にね、はい、ルマンドのアイスが話題になったりならなかったり中んだかりするじゃないですか。出ました、皆さんは好きなアイスってありますか。モヒカンピアスクソ野郎はとにかくチョコだらけなのが好きです、うん、ほうじゃあな、上下にくねくねしながら聞いてますっていうことで、ね、病気なんでしょうか。そう、ルマンドアイスは食べましたか。そう、カンナさんツイッターに上げてたじゃないですか。上げた。で、その他にも結構上げてる人いて。そう、みんないたよね。そう、で、今日気になってコンビニに寄ったんですよ、うん、そしたら会って、うん、やったある買おうと思ったら、うん、280円ぐらい。あ、なかなかの。そんぐらいするの。高いんですよ、自分びっくりして高ってなって、うん、ってなったからジャイアントコーン食べた。高かったもん。だって、まあ、美味しいもんね、着点はね。まあ分かる。まだ大丈夫だろうなみたいな。なるほど、次にしようと思って。なるほど、なるほど。気になってるんですけど、沖縄では昨日から発売なのかな。あ、そうなんですね。そうそう、うん、東京とかではね、何ヶ月か前にあったんですけど、うん、そうそうそう、そういうことなんです。あ、ジャイアンさんもまだ食べては、まあ、食べてないですね。ね、単純に美味しいです。あ、そうなんですね。はい、バニラアイスの中にルマンドが入ってるだけなんですけど、なんかちょっと高級感あるんです ね、 ね、これってるっていうか、だってルマンドなんてもう昔からあるお菓子じゃないですか。あ、なるほど、はいはいはい。ふと思いついたんでしょうね。うん、確かに。これ入れたら美味しいんじゃねっていう感じで。え、本物が入ってるんですよね。そうそうそう、すごい。っていうか美味しいんじゃねって。美味しいんじゃねっていうか、美味しいんじゃねって。でも実際美味しかったと。美味しかったですね、うん、はい、ということで、お買い求めいただければ、うん、ちょっと高いですけどアイスとしてはね、うん、はい、ちょっと高い、ちょっと高いんですけど、よろしくお願いいたします。まあまあまあ、でも僕はまあいつもバニラ、うん、よくチョコチップ食べるんですけど、うん、ちょっと待って、バニラチョコチップってどっち。どっち。バニラにチョコチップがかかって。バニラにチョコチップかけて食べるんだ。かかってるやつありますよね、よくね。ん、お、誰も誰も賛同しないです、ね、誰も賛同しない、うん、スーパーカップとかにありましたっけ。いや、サーティワン、あの自販機があるじゃないですか。ああ、あるね、あの自販機に。あ、はいはいはい、チョコチップ&バニラかな、棒のやつだ。棒のやつ、棒のやつ。コーンじゃないやつですね。そうそう、コーンじゃないやつ、うんうんうん、をよく食べるんですよ。なるほど、うん、ここマジでこの1週間3回食べてますから。なんか近所にあるの。いや、まあ、子供と、まあ、過ごす時間が多かったので、うんうん、もう子供はね、もうちょっと好きあらばアイス食うから、うん、あいつらだから。もう一緒にちょっともう買っちゃうんですよ。なるほど、まあ、でも嫌いじゃないですか、美味しい、好きですからね、まあ、買っちゃうんですけど。なるほど、自分あの自販機で、うん、チョコチップ自分も好きなんですけど、うん、棒になってるアイスを買わないです。あ、コーン、絶対コーン買います。わかる。でもさ、その気持ちはわかる、うん、コーン、どうせ買うんだったらコーン食べたいってこと。いや、違います。あ、違うの。ゴミになるじゃないですか、棒が。あ、棒が。なるほど、うん、あ、後で捨てるのがめんどくさい。そう、捨てるのがめんどくさいから、だったら買って、うん、その場でもうすぐ剥いたら横にあるじゃないですか、ゴミ箱が。まず、はいはい、だゴミ箱に捨てて、場所に、例えば車に戻って食べたら、うん、棒だったら棒だけ残るじゃないですか、はい、それが嫌なんですよ。だからどんなに食べたくても、うん、2番目に食べたいコーンを食べるみたいな。あ、そのそれのためだけに。はい、でもさ、それやったらさ、もうアイスが溶けてさ、垂れてこない。早い段階で。棒の時？違う違う、コーンの時。大丈夫？いや、コーンが大丈夫ですよ。棒が、棒が、だって棒って全部アイスですよ、クリーム。今日は優子が棒ってたくさん言うな。棒言ってますね。棒っていうラジオです。いいんじゃないでしょうか、うん、いろんな意味でいいんじゃないでしょうか。スティック、うん、どんな、まあ、何言ってもダメだな今日。さあ、じゃあ、そのゆうこの、じゃあ今日リクエスト一曲、はい、はい、お届けしましょうか。はい、棒状の棒に、棒に絡んだ曲を一曲お届けしましょう。はい、はい、じゃあお願いします。はい、はい、オレンジレンジで道しるべ。関係ない。道しるべになったんだ。うん、あれかな、じゃあ5文字のやつはそんなに。いや、今から今から。ああ、うん、一発目は普通に自分たちで。一瞬はじゃあそのままこんな感じっていうのやろうか。どうしよう、じゃあ5、7、5 どれ、どれ取ろうかな。5、7、5 5、7、5 5、7、5、まあ、思いついたらポンってるね。なんかこれライブバージョン？え？違う、普通じゃない？
俺イヤホンがちゃんと刺さってる。イヤホン。分からん。誰が好き？なんかオレンジレンジで一番誰がかっこいい？前のドラマーが好きでした。うん。マニアックだね。辞、うん、めた人ってこと？はいはい。なんか薄い顔の人。薄い自体言い方悪いけど、なんかまあ爽やかな感じだった、うん、色白の。そうですね。あんま目立たないかったんですけど、そんな人が自分好きです。あ、目立たない感じの人も好き。ね、目立たないのにドラムめっちゃかっこいいみたいな。いや、そういうところに目が行くってことは、うん、やっぱりあれなんだよ。演者側なんだよ。そうっすかね。普通に見てる人はどちらかというとやっぱメインのボーカルの方に行きがちじゃん、はいはいうん、全体こう 見る人はそういうところに行くからね。一緒にロケとか行ったらあれだな、 CA とかに恋の落ちるパターンだな、カメラアシスタントとかに。あ、自分が、うん、あ、でも、うんかも、ね、裏で頑張ってる人見たらわーってなる。 CA さんって汚くて、うんまあ、こっちはいろいろね、まあ、進めていかないというか、うん、まあ、ちょっと、うんパツパツでやるじゃんね、うん、で CA さんがね、またその合間合間に優しいこと言うんだよね、そのタレントさんが。あ、なるほど、ちょっと間をつなぐために。あ、そうそうそう、あ、すごい綺麗ですよ、綺麗に映ってますよっていうのがね。だから意外にそのコミュニケーションはアシスタントの方が取ってるよね、ディレクターよりはね、うんうん、まだいじられやすかったりもするからね、はい、タレントによってはね、ディレクターよりは。しちがないね。あ、ドクロのピアさん、コーンが程よく甘いのがいいんだよねーって、棒よりねって、あのさっきのアイス、うんうん、ちょっとふにゃっとした感じのあのコーンがね、うん、いいよね、美味しいんだよ、うん、あとオレンジレンジのドラム、可愛い感じだったねっていう、そうそうそう、うん、道しるべ、エグザイルナッツの曲でもあったよ、にゃってことですね。うん、道はあったよ、あっちは道しるべだったのかな。オレンジレンジでもカラオケ行ったら歌いたくなるよね。はい、超盛り上がりますね。そう、うん、若いな。これあのあラブパレードとか、ラブパレードどこですか、歌ったんですか。ちょっとラブパレード全然出てこないじゃん。ラブパレード、でも曲名わかんないんだ。あ、なんとかなんとか、旦那、次なん旦那、待てよ、旦那、あ、おぉ、こっちにさ、今ちょっとこの曲が流れてる。それめっちゃ見えたな。お前好きじゃないだろ、俺なんて。おぉって。なぁ、何々なんだなって、山下清志だから。おにぎりが食べたいんだなぁ、だから。だなみたいな。ほんとに。だな、だからすごいこっちに流されるの。多分もうオレンジレンジぐらいが全体音楽聴いた頃の最後ら辺だと思う。そっからもう曲聴かなくなってたの、好きな人しか。はいはいはい。2000年代前半ぐらいでしょ、きっと。いいですね、うん、浜が2000年代前半だった。そうだよね、うん、そのぐらいまでは全体のヒットチャートとか全部見て覚えてやったけど、もうやめたからね、そのぐらいから。ミスチルしか当たってないからね。テンション上がるよ、うん、不審電信そろそろ、はい、はい、オレンジレンジで道しるべでした。いやさんもね、オレンジレンジ大好きということで。大好きですね。ね、歌いますよ。何の曲が好きなんですか。ラブパレードですよ。どんな曲ですか。で、だなだな、ずずずずずず、おお、うん、ララじゃあ続いてコーナー行きましょうか。参ります。全然出てこないな。なんでかな。ギノカルフ川柳。カラオケチャンネルですかこれは。急にトーンがオレンジレンジの後だからね。なおさら。あ、こっから和風亭ですか。和風亭以外にあの琴の音色で J-POP 流れてますからね。ああ、そうなの。うん、
グレーとかパフィーとか90年代の J-POP はガンガン琴で弾いてますから、うん、それオレンジレンジもあるからね。あ、そうなんだ、和風亭に、あれが好きなんですけど、さあ、そんなことは置いといて、うん、今日ですね、実験コーナーです、はい、ギノガルフ川柳を行いたいと思います。まあ、川柳と言いますと575ということで、うん、我々3人が575の3つのパーツに分かれて、その文字数に合った言葉を、いろいろ、まあ、の考えてきたり即興でね言ったりだとか、はい、組み合わせていこうということです。まあ、つなぎ合わせてオリジナルの川柳を作り上げていこうという企画なんですね。で、今日はツイキャスを見てる皆さんにもぜひご参加いただきたいなと思いまして、うん、ぜひ最初の5文字を考えて送ってきていただきたいと思います、はい、何でも結構です。何でも OK です、うん、あの特に縛りはありませんので、うん、はい、よろしくお願いいたします。はい、では早速我々でやってみますか。一回のなんですか、ちょっとそういう言葉を今頭の中に思い浮かべて、まあ、あの一応いくつか用意をしてきましたね。はい、はいはい、じゃあ一回やってみますか。やってみますか、はい、はいはい、じゃあこんな感じでいきましょう、はい、まずは僕からいきます。ギノガルフ、夜空で光る、騒ぎ出すいやいや、いいんですよ。あ、いいですね、いいですね、はい、いいんですよ、これは、ね、ギノガルフ、うん、夜空で光る、はい、最後何でしたっけ、夢を見る、変わったな変わったな、夜空に光る、うん、夢を見るですね、うん、はい、いいですね、できたじゃないですか、オリジナルいい、いい線ですね。あ、いいですね。あ、これはいい川柳です、うん、深いですね。深い、深い、夜空に光る夢を見る、はい、あ、いいですね、うん、まあ、だんだんとね、夜空も梅雨に入って全然見えなくなってくる季節で、そうですね、そうですね、やっぱ風流ですね、はい、やっぱちょっと奥深いですね、はい、このタイミングでっていう、はい、僕ギノガルフ始まるときいろんな企画考えたときに、はい、UFO を呼ぼうっていう企画を出したことがあるんですけど、真剣に言ってましたね、この1時間でね、俺それ聞いて本当バカなのかな何言ってんの、夜空に向かって1時間ちょっとこうやってみようっていうレファーって、うん、いやでもなんか面白そうですけどね、はいはい、夏休みぐらいに1回やってみようか、あ、いいですね、1時間ずっと、ひょっとしたらココナぐらいなら呼べるかもしれないかもしれない、ひょっとしたらね呼べるかもしれない、はい、そんな気がしますけれども、はい、じゃあ続いて、あ、いいですね、じゃあゆうこちゃんの、はい、から始まっていきますか、はい、わ、はい、うん、かりました、はい、じゃあ私から、はい、君と僕、どんどん行けば、こんばんは、うん、いや、いいですね、いいですね、これはいいですね、ゆうこが今、君と僕、君と僕、はい、どんどん行けば、どんどん行けばこんばんは、ね、いや、これは深いんですよ、深いですね、深い、深い、ね、最初はほら、うん、ロッキー、これなんとなく後ろ BGM あった方がごまかせるから流しといて君と僕、まあ、どんどん、まあ、どんどん2人がこの、うん、距離感をね、距離感をね、最初はやっぱほら、うん、どんどん行って照れるじゃないですか、はいはいはい、うん、どんどん行って、どんどん行って、でもあまりにも近すぎて何も言うことがなくなって、うん、こんばんはって、うん、なるほど、うん、ちょっと恥ずかしさもね、ね、あ、こんばんのわーははーですね、皆さん、ギノガルフ川柳、あ、ギノガルフ川柳だから、ね、あえてということですね、はい、うん、あ、なるほど、味ですね、これもまた、はい、ありがとうございます、じゃあもう一周だけ我々、もう一周行きますか、はい、じゃあ今度イヤさんスタートで、はい、はい、じゃあ行きましょうか、はい、じゃあ行きますか、はい、振り向けばお口直しのメロンパン、おー、すごい、すごい、自分用意してたのメロンパン、おー、わー、いいですね、ロッキー曲を、お口直しのメロンパン、いや、これはいいですよ、いいですね、うん、はい、あ、いいですよ、これなんか一番いいんじゃないですか、ね、振り向けば、振り向けば、まあ、これは言い出しっぺの、お口直しのメロンパン、はい、皆さんこれはどういう状況かぜひ説明を、はい、だから、うん、今までずっとカレーパン食ってたんだけどあー、なんか飽きたなと思ってもう一回店のところ振り向いたらメロンパンがあったからメロンパン食おうかなっていう感じですよね
うわ、一気に浅くなりましたね。いや、いいですね、はい、全然いいですよ、はい。チャタヌッチャーさんから、うん、今日機長がメロンパン食べたらしいですよっていう。あ、そうだったら、それも偶然です。すごい、ありがとうございます。じゃあここからは、ね、あのツイキャスで皆さんからいただいたフレーズ、またツイッターでいただいたフレーズを紹介していきましょうか、うん、はい、はい、そっから紹介、そっからいきます、はい、ね、じゃあどうしようかな、7いける、うん、あ、はい、7、じゃあ僕がどれか選びますね、はい、じゃあカンナさんがその5、5いって、でゆうこちゃんが7、ヤさんが 5、はい、じゃあ行きます、はい、はい、行きます。休み明け夢に向かって走り出せ。おお、これ比較的綺麗にまとまりましたね。いいですね、ゴールデンウィーク明けぴったりじゃないですか、これね、まあこの時期にこれなんか今本当に、うん、普通のこと言ったらそれはそれで恥ずかしいですね。照れる。そうですね、ちょっと照れる。夢に向かって走り出せ、うん、走り出せ、あ、いいね、これは何かな、ね、休み明けっていうところがまたポイントかもしれないですね、うん、これドラゴンズかな、はい、ドラゴンズのことかな、あ、連敗、なるほどね、連敗だらけだったんでね、あ、ゴールデンウィーク、ね、はい、はいはい、ドラゴンズ2勝6敗だったんで、あ、なるほど、はい、もう今日は気持ちよく勝ちましたんで、お、はい、そういうとこかもしれません、ひょっとしたら。いいね、いいね、はい、結構いいのできた、はいはい、どんどん、これどんどんいったかも、ね、どん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 行こう、ちょっともう書くのももうちょっとあれだったんで、はい、あのいいのが出たら書きましょう、そうそうそうですね、はい、じゃあ続いてゆうこどうしようか、じゃあ選ぶ、選びましょうか、ここから、はい、なんかいいのがあれば、あ、はい、じゃあ行きます、はい、大丈夫ですか、行きましょう、はい、はい、お友達ながらスマホで稀勢の里。ちょっと待ってね、ちょっと待ってよ、お友達ながらスマホで稀勢の里、稀勢の里、はい、いいですね、これはちょっとまた2つ選んでしまいましたけれど、ね、目の前にまあいいのが見えたんで、いいですね、まあ、ここは特にないっていうことですか、ね、いや、まあ、ながらスマホとお友達がまあながらスマホで、まあ、キスの里のことが大ファンで、うん、はいはい、なるほど、ね、ウィキ出してるみたいなね、うん、ながら、はいはい、いろいろ調べてたんでしょうね、うん、そろそろ始まりますから、あ、そうだそうだ、はい、相撲も始まりますからね、はい、はい、じゃあ、じゃあ、はい、どれか行きましょうか、はい、ああ、なるほど、うん、この辺、この辺ありましたね、ちょっと下の方ですけど、あ、下、下行きますか、下の方、ちょっと今、いいのがちょっと、うん、はい、ああ、わかりました、はい、行けますか、一発ユミさんの、はい、はい、じゃあ行きましょう、はい、はい、宜野湾で意欲に燃える、なんでやねん、ああ、面白い、だから、うん、よくにも宜野湾で、うん、すごい俺もこれから大会頑張るんだぞ、うん、よっしゃーってよくに燃えてるけど、うん、なんで宜野湾でやねんっていう感じ、なんでそこでやねんみたいな、なんでやねんって、俺な、市長選に出るからな、うん、やるからなって、宜野湾だぞ、なんでやねん、なんでやねん、ね、全然違うぞと、いいツッコミ、なんでやねんって、そもそも違うという、うん、ですね、うん、いいですね、これ7がいいな、 7が結構あと2つぐらいあるな、あ、じゃあ、じゃあこっちから選んでやります、うんうん、じゃあゆうこちゃんが選びましょう、そうだ ね、 じゃあ選んで7いって、うん、イヤさんで、はい、じゃあ5行きましょう、はい、わかりました、はい、あ、こうだ、こうだくみファンさん、こんばんは、こんばんは、こんばんは、はい、OK です、行きましょう、はい、はいはいはい、じゃあお願いします、アキレス腱ロマン輝く道しるべ、じゃあ次行きますか、次行きますか、これどんどん行った方がいい、どんどん、いつかはいいのが当たりますね、どんどん、もうすぐ行こう、すぐ行こう、僕もう一回7でいいですか、はい、わかりました、じゃあ僕が、じゃあ棒行きましょうかね、はい、はい、じゃあ行きます、はい、フライパンダンキンドーナツ焼いてみよう。ああ、いいですね。いいですね。
ドーナツ揚げるもんですか。一回焼いてみようっていうか。ああ、ちょっと新しいのが揚げる前に。ああ、いいですね。かもしれない。一回焼いてみようっていう。ちょっと面白くなってきたのよ。ちょっと、ちょっとや、いや、僕まだやりたいです。やりたいです。あ、7、7ある。じゃあ、7やりますよ。じゃあ、僕なんか、じゃあ、いきますね。参ります。はい。生卵。割ってみたけど、生卵。やっぱりシンプルにやっぱりそうだね。これ生卵かな、いやどうなのかな、じゃあとりあえず割ってみようって割ってもやっぱ生卵、やっぱ生卵、間違いないなって間違いない確認だったんですね。いろいろできますねこれ。あと面白いですね。じゃあ今度僕でが選ぶ方いきますか。じゃあ7いきますか。はいはい、じゃあどうぞ。はい、じゃあ行きます。はい、僕ここからもなんか拾えますね。じゃあ、はい、下の5つも拾えます。はい、はい、じゃあ行きます。はい、テレサテン、うん、いつも通りのタイミング。おーおーおーいいですね。何ですかテレサテンのダララララララ。あ、それはそれはタイミングがいつも通り、それはジュディ・ヨングですね。それジュディ・ヨング、それジュディ・ヨングだよ。乗った、ね、いやいや俺も乗った今。残念ですね。何でしたっけテレサテン。テレサテンは何ですか。僕もよくわかりません。何でしょう、何でしたっけ。まあいいや、はい、まあまあいいでしょう。はい、もう一個じゃあ最後、もう一個いきます。最後じゃあいきますか。はい、はい、7いける人いる。じゃあ7、じゃあ7いきます。いける、はい、じゃあ、うん、僕一つ拾っていきますね。じゃあ5、7、5ね。はい、じゃあいきます。茶柱や夜になるまで明太子。どういうことですか。どういうことですか。進化。茶柱が難しい。難しいね。難しい。まあでもあのごめんなさい、今日チャレンジ企画なので、うん、はい、何かしらこれ例えばさ、誰か縛り作ったらもっといいのができたかもしれないね、ひょっとしたら、ね、あ、お題をね、ゴールデンウィークだったらゴールデンウィークみたいなね。そうそう、大まかに、なるほどね、大まかにくくったら、大まかによかった。ちょっとこれまた次回、うん、改良を重ねてやってみましょう。はい、はい、というところでお時間となりました、はい、以上ギノガルフ川柳でした。ギノガルフ。7をたくさん考えてて5を送ってもらうとかできるんじゃない、そしたら頭でも下でも、まあ、そうだね、そうですね、うん、ああなるほど、そう、うん、まあそうですね、うん、なんか楽しいな、うん、やっぱあの五七五っていうのが心地いいんだからね、日本人はね、うんうんうん、パッて出ますもんね、ね、うんうん、ダンキンって基地の中にしかないです。あ、今どうなんだろうね、見たことない。うちはね、前も話したけど牧港に10年前に、うん、はいはいはい、いや俺も三越の前に5秒前。英語の上皇先生って先生が危ない時に出た一言、うん、アブ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 。ギノガルフ。この番組は石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ、お菓子御殿の提供でお送りしました。さあということで、ギノガル川柳、うん、今回初めてでしたけど、これなんかもっといろいろできそうですね。うん、ね。たくさんできますね。ね、なんかのくくりで。うん、
なんか可能性を今感じましたね、うん、ちょっとあんたまたちょっと今度考えて、ねうんいろんな縛りでやってみてもいいのかなって気がしましたけれども ね、はい、お題やってね、はい、ご参加どうもありがとうございました。ありがとうございます。そして、今情報が入りまして、なんと今日あの10時台の番組がお休みということで、はい今日ね、はい、なので久しぶりに、延長戦やりますんで、あのこれはあのリスラジでは聞けなくて、うん、ツイキャストユーストリームだけということですね、うんはい、ツイキャストユーストリームで、おまけ放送も、ちょっとやりますんで、はい、よかったら引き続き、ご覧いただきたいと思います。これツイキャスはダメなのかな、入ってるのかな、なんだっけあのコイン入ってるのかな、大丈夫なんですかね。はい、もしよろしければお願いいたします、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあということで、ギノガルフもう間もなくお時間ですけれども、うん、じゃあもう告知先行きましょうか。はい、はいはい、あコンティニング皆さんありがとうございます。じゃあゆうこ、はいはい、13日の土曜日ですね、ノタルという、内地で活動しているアイドルグループさんがいるんですけども、その方が、全国遠征ということで、13日の土曜日に沖縄にやってきます。で OBP もそのライブに出させていただきます。17時から那覇市のトップノートにて行いますので、はい、お時間ある方はぜひ遊びに来てください、はい、そして次の日の14日日曜日、久しぶりに、OBP 沖縄美少女プロジェクトのホームグラウンドである国際通りでイベントを行います。日曜日が歩行者天国になりますので、ユイレール牧師駅近くですね、16時からもう道路の上でイベントを行います。観覧フリーです。ぜひ見に来てください。よろしくお願いします。当日もし雨が降ったらお店の中で、あそうですね、はい、すぐ目の前にあの私たちの事務所兼スムージーカフェがありますので、うん、その中で行います。金土あたりからちょっとね、梅雨に入るかもという情報だったので、そろそろね、またそういう時期がやってきますよ。じゃあヒャさん何か、あ大丈夫です。大丈夫ですか、はい、はい、じゃあ僕からの告知はあの明日、メインプレイスでですね、はい、5月10日黒糖の日ということで、はい、スポーツフォーカルがお出かけ生放送します、はいはい、ミュージックショアプラスプラスと2番組、1回中央コートからお出かけ生放送ということ でスポーツフォーカルにはゲスト、ゴエクエショウ先生、お、はい、歌うそうです。社名の、はい、でレ・ロマネスクのトビーさんも歌うということで、うん、なるほど、はい、しかもその後にイベントがいろいろあるんですけど、うん、僕は残って MC もするらしいです、はいはい、この間言われたって、はい、この間そういうことになったみたいな、はいはい、なので結構遅くまで僕もいますので、もしよろしければ明日、ちょっと平日なんですけれどもね、お時間のある方はぜひ、三栄那覇メインプレイスに遊びに来ていただければと思います。よろしくお願いします、はい、あとは週末土曜日にね、なんかのロケやってるかもしれないです僕、お、はい、で日曜日はゴルフ観戦に行ってるかもしれないですけど、うん、雨か、雨なんこれだったら、梅雨なんだ、早いな。今日も雨の予報だったんですけど、ね、ちょっとずれましたよね。今日ねちょうどちょっと撮影があって、うん、わあもう雨かよって昨日すごいちょっとね、うん、気が重かったんですけどね、晴れちゃって、うん、もう嬉しかった、嬉しかったはい、なんで残り40秒でこんなこと急に嬉しくて嬉しくて、今日もそろそろ飲み始める、極まりだね、極まりお時間です、はい、お相手は神田邦弘と矢優作と OBP 沖縄美少女プロジェクトの優子でした。今日は久しぶりにおまけ放送します。ユーストリームとツイキャスのみ、おまけ放送やりますので、よかったら見てくださいというところでお時間です。それでは皆さんさよなら、バイバイ。はい、ということで、はい、本放送、一旦終了ということになりました、はい、ここからはツイキャス、そしてユーストリーム、はい、はい、皆さんということで、これもヘッドホン外していいんだね、はい、ということです、はい、ご覧いただきましてありがとうございます。あ、まず27人ツイキャスいますね。ユーストリームのカメラが、はい、僕が今指差してる、違いますね、こっちこっちが、あ、これこっちがツイキャスです、はい、こっちがユーストリーム、ユーストですね、はい、はい、ということです。なるほど、これなんかね、あの気持ちがいいですね。なんですかね、どうしましたの、いや、なんだろう、なんか今日のオブジェ、なんか気持ちよくなかった、なんかのんびり、これなんだろう、
そうでもない。室温かな。いたって普通。室温。室温、あのあれじゃない。除湿が綺麗にできてる。除湿が綺麗に。あ、クーラー変わりました。あ、やっぱり。いや、変えてない。あ、変えてない。やっぱりって言って。恥ずかしい。変えて、何も変えてない。あ、なんかすごい。居心地がいい。ね。設定じゃない、温度の。温度の設定、温度の設定変えた。うん、変えたかもしれない。やっぱり。それが言いたいんだけど。やっぱりって何。やっぱりそれでか。やっぱりそれでか。あの、こっからちょっとじゃあロッキーもマイク入れていいですよ。はい、はい、一緒に喋りましょう、はい。ロッキーがね、もう本当忙しいんですよね、はい、このスタッフね。今まではね、僕らがビノガル終わったら、ちょっと見つけたら。はいはいはい。行ったぞ、ロッキー。だから、番組、FM ギノワンスタッフ募集した方がいいんじゃないって最近やってるよね。あ、はい、あそうなんだ。マイク使ってる。あ、私あのここで拾ってる。あ、これで拾ってんだ、はい、大丈夫だ。そうそうそう、なるほどね。え、募集してるんでしょ。あ、はいはい。ラジオが好きな人。好きな人。他に条件ありますか、なんか。うん、他にはあと、うん、人間的な人です。人間違う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 、お前二足で歩くとか別に羊毛足はライオンとか虎とかが人間人間ラジオ好きな人間にしてくださいって感じです。だから何だから、どうしたら、お前お前は喋ってるわいろいろこんな下手だった人間って人間味あふれてる人ってこと。人間味あふれる人。あ、人間味そういうことだ。そういうことだよね。人情がある人。人情がある人。はい、人間的な人。人間的な人っていろいろおかしいよ。まあまあ、もし興味のある方は、ね、FM ギロワンからね、スタートするというのもいいんじゃないでしょうか。最近カラオケ行ってる？ロッキー。あ、行きましたよ。この前飲んだ後に行きました。いいなぁ、いいなぁ。何歌ったのそれで。もう入れられる前に、最初に恋入れました。何曲入れられる前に最初に恋入れました。あ、恋誰かしら入れると思ったんで、速攻で僕が歌うって言って恋入れました。今さんの大学で。あ、それ、はい、恋ダンスのこと。あ、そうですそうです。あ、そういうこと。なんで恋ダンスって言えばいいのに。恋ですよ。曲名は恋ダンス。あれ恋なんだ、はい、恋のダンスだから。あ、恋ダンス。あ、そう、そっか、あれ恋だ。あ、なるほど。なんだゆうこ、あのさ、あの40年とこういうのが出てくる。恥ずかしい。恥ずかしい。もう俺もいずれ出てくると思う。恥ずかしい、今の超恥ずかしい。ね、うん、ああ、そっか、あれ恋なんですよね。恋。あんまりにも恋の字。NK 俊さん、星野源の恋、恋の字が違いますね。泳いじゃってる。泳いじゃってますね。ドクロのピアスさん、我が社はトラックドライバー募集していますよ。まあ、今、ね、あの人材不足なんですかね、いろんなところもね。はい、イクロさん、通勤条件とかあるだろうって言いますけど、いや、もうやる気があれば、はい、別にね、ですね、はい、名護から来てもいいわけですよね、うん、極端なんですし、全然ね、ここでも駐車場すごいいいですね、はい、感じされててね、めっちゃある。いや、まあでもあれだよ、 RBC ぐらいだよ、あんなに駐車で困るの。あ、ないですよね。本当に、まあ、那覇のど真ん中だからしょうがないんだけど、うん、基本みんな徒歩なんですか。いや、徒歩ってか、皆さん、僕はバスです。車を持ってくってなったら出ないんですか。止める場所がないってことですか。止める場所はあるけど、コインパーキングだから、ちょっと離れて。そうそうそう、お金がまたね、まあ、安いところもある。ちょっと離れたら安いんだけど、夕方までいくらみたいなのがあったりとか、うん、そこを見つけるのがなかなか至難の技で、うん、やっぱ人気が高いから、うんうん、そう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 。カンナさんは今歩きで来てるんですね。歩いて行けますね。その後に打ち合わせとか、うん、移動がなければ、うん、まあ歩いていくよね。カナさんのそういえば歩きって、うん、なんか勢いありますよね。何それ。いや、なんか見たことない。いや、ない。なんか道で歩いてる時にもう本当に、あ、遠くから見てあれカナだなって分かるぐらいの、なんか勢いがあるわけ。なんか前に前に風切って風切ってみたいな。違うね、俺身長ちっちゃいから、うん、座ってたらそんなに姿勢も良くないはずだわけ、うん、ただ歩いてる時とか立ってる時は姿勢を良くしようと思って、うん、意識してる、意識してる。歩いてる方も腕を上げるというか、そうそう、なんかそうそう、なんかね、だからこれをこうして普通にこうやって歩いてるから、なんかお前のイメージでこうやってるみたいな。そうそう、なんかすごいズン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 聞こえる感じ、ズン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 音が鳴ってる、鳴ってる感じ。今日まではいかないけど、比較的
早歩きで歩くようにはしてます。あ、でも自分も早歩きかも。うん、あそうで、なんかでドローイングだったかな、腹を引っ込めながら歩いたりとかしてたら、そういう風になっていくと、ちょっともうだんだん腹出てきてるんで、ちょっとそれを意識して歩くときに、そう、腹引っ込めたまま、行き帰りは、うん、その15分ぐらいかな、20分ぐらいから歩いたりしてますね。うん、僕ね、ちょっとまあ遅い方なんですけど、ね、なんか俺内股なんですよ。すごい内股。ちょっとまあ普段がこんななんですよ。うん、で、うん、ああ内股気味だね。まあ今、まあ本当に普段こんな感じで内股なんです。内股って、うん、何もない平坦の場所でこけるんですよ。うん、なんでまあ多分まあ俺の理論ですよ。うん、だからよくこけるのはまあ内股だからだろうなって僕が勝手に理解してるんですけど、だからこう歩くからなんか。うん、つまむんですよ、あの地面につまむ、つかかるってこと、ね、つまずくんですよね。ガニ股だったらこうじゃない、俺ね、ガニ股だもん。ガニ股だったらちょっとかかとからつくような感じで、多分なかなかつまずかないと思うんですけど、内股だったらこうこうだから、内に内のこの先っぽがつま先からいっちゃうから、ちょっとつまずくんですよ。よくだから会社の廊下で、うん、ね、つってなんかあのこけてるところを今でも、あ、今でも今でも、まあでもほぼ老化ですねこれは。いやいやいや、じゃあ内股だから。いやいや、だって若い頃あった？なかったでしょ。じゃあ老化や。いやいや、それは若い頃だから忘れてるだけかもしれないけど、それも老化かもしれない。なんじゃないですね。あ、そうかな。うん、いや内股だったらね、ちょっとね、なかなか、うん、けどスポーツするには内股が一番いいんですよ。そうなんですか。そう、バスケットのディフェンスとかね、基本的には力が逃げない構えなんで、そうそう、開いてやるのバレーとかフィギュアとかは開くことありますけど、 そうですね、その他のスポーツはほとんど内股が理想ですね。確かに、イチロー選手もめっちゃ、うん、あ、構えすごいですね。イチローはもう完全に内股の、しかも重心が前だと、だからああいう打ち方に、つま先に重心がある。誰か鼻、あ、いや、ロッキー鼻噛んでるけど大丈夫鼻噛んでる音がしましたけど、うん、大丈夫ですかね。あのバッティングってさ、イチローの、うん、これあるじゃないですか。はい、ありますね。どこでこのやっぱこの振り子打法、まあ、振り子打法はもうずっと昔にもうやめてるんですけど、うん、あ、そうか、そうか、うん、あの形っていうのはやっぱ自然に、日本にいる時は細くてパワーもなかったんで、はい、あれで勢いつけて打ってたんです。うん、細くてもともとパワーがなかったから、じゃあどうしようかで、その振り子打法が生まれた。そうそう、で動きながら自分のミートポイントに入れていくっていう形だったんで、はい、あの形で良かったんですけど、うん、メジャーに行くとタイミングが早いわけ、あっちのピッチャーで投げるのは、うん、日本のピッチャーで分かりやすく言うと1、2、3で投げるんだけど、うん、あっちの人って1、2、3で投げたりする。溜めがあんまりなかったりする。あ、確かに確かに、メジャーのピッチャー、はいはいはい、なんとこうやったら遅れるから、もう最初から作っておいて、足そんなに振り子しないでミートできるような打ち方に変えて、メジャーに臨んだら同じように活躍できた。へー、そうそう、あとはもうこれは人間って重心って決まってんだって、もう生まれた時から大体、うんうん、イチローはそのつま先重心だから、ああいう打ち方になるの、うん、で松井秀喜とかはかかと重心だから、はいはいはい、もう全然構え方が違う。イチローってこう前に行きながらこういう感じで構えてるんだけど、うん、松井秀喜はかかとにやると後ろに重心が来るから、うん、打つ時もちょっとやや後ろに反りながら、あー、確かに打つような感じ。そうだね、うん、確かに確かに、面白い。そういうのがフォースタンス理論っていうのにいろいろ書かれてて、まあ自分もかかと重心でしたね、調べたら。いいね。あ、ね、どうなったか調べ方、ちょっと伊原さん喋ってて。あ、じゃあ今調べ方で思い出したんですけど、うん、あのね、指をこうやって、伸ばして左手ね、うん、まあ人差し指と薬指の長さをちょっと見て正確判断するってやつなんですけど、うん、あの薬指がこうやって揃え、はい、あの揃って人差し指より薬指が長いと愛されキャラって。え、どっちだ？でどっち、ゆこちゃんどっち、ど同じぐらい、それとも同じ、若干薬指が長いかな。じゃあ愛されキャラで、一緒にも見える。かなさんは人差し指が長いんじゃないですか。どっち、まあどっちかって言えば人差し指が長い、人差し指が長い人は自信家なんだって、う
どっちかって言えば同じぐらいなんか一緒ぐらいに見える薬指と人差し、あ、じゃあ同じだったら同じぐらいは同じぐらいは平和主義って、うん、確かにこれめっちゃ平和主義だよ平和主義めっちゃめっちゃあ、でもやっぱ指長っゆうこちゃん指長いね女の子の指だね何待って女の子です女の子ですよまだちょっと褒められるのかなこんな赤本当長いです長い、うん、女の子の指してあんまり言われたことないゆうこの指って見る機会もないからね、そういえばねいや、いいんじゃないですか女の子の指うん、まあ、もうちょっと見せてじゃんえもうちょっと見せてちょっと画面にカメラにはい、まあ、ちょっと女の子の指でーす、ですね、これが指ですこれがゆうこちゃんの指です私の指ですお兄ちゃんが綺麗なんだよな、とってもピアノとあピアノをやってたやってましたやってましたそれでかな最初ラインは届かなかったんですけどねちっちゃく喋ってたよ何調べてるんでしたっけ彼女オースタンス理論なんかどっちあ分かった分かった重心がない優子ちゃん立って一回ちょっと引いて映るようにしましょうか立って片足をこう上げてください今右足と左足どっちに力入ってる右右に入ってるはいだとしたら、多分かかと重心なんですよ。ああ、じゃあ、バッチリ、うん。そう。そうそう。バランスを取るために、今だと左足が入ってる。はい。ということは、かかと重心なんですよ。ちょっと僕もやってみよう。なんで、ピアさんは多分、あ、そうか。一緒じゃなくて分かんないな。片足上げて。どっちに力が入ってる？あ、左。じゃあ、かかと重心。ああ、はい。ここでうんあ、締めてるここで力入る人いるのここでバランス取る人はあの、つま先重心なんですってえー、面白いだから、単純にそのまま何やってるのミストケットやってるいや、例えば、ゆうこ立って、今、自然だったらかかとに重心かかってると思うんだけど気持ち前に重心持ってきてそうそう、前に持ってきて、そのまま足上げてごらんあ、待って上げにくいでしょ上げにくいです、うん、うわぁほんとだそのまま足片足上げてみてどういうこと前にかけすぎですよ、この足かけてそのまま片足上げて前に前にどこの骨がなったんだ顔が触ったんだどこの骨がなったんだ聞こえました骨が鳴れますね面白い片足上げきれないでしょ、だからは上げ方が壊れた人形が見やからいやいや、そういう動きがもう人間はいろいろあるんですねそうそうそう肩なのか、らしいですよ体の不思議をそう、いろいろあるらしいです耳動かせ切れますかあー僕動かせ切れますはいおおうちの兄貴もできたこれ見えるかな今、ちょっと浮いてます耳どういうことどういうこと？なできない動かない。ちょっと横向いた方がいい。横向いた方がいい。うん、ああ分かりづらいかな分かりづらいかな分かりづらいかな。めっちゃ動いてるけどね。めっちゃ動いてるな。どうして動かしてるんですか？これどこに近いんだ。いやこれねその前にメガネ久しぶりにメガネ外したら。メガネが。いいっすよ、メガネかけてくださいこれはいいですね。え、すごいどこにここ耳のここあの後ろの方に力入れると、うん、まあ、ある日できたんですけど、僕も、うん、学生の時に、うん、なんか、朝会の朝礼か、うん、朝礼の時に暇だったの暇っていうか、うん、普通に座ってたら後ろに俺の後ろにいるやつが、うん、あれ今お前耳動いたぜってで、動いたのって、ま、なんだろう今の感覚みたいな感じでその感覚をもう一回ってずっとやってたらいや、多分そうだから、まあ、トレーニングですかね、うん、使ってない筋肉と か、うん、か神経なんだろうね、きっとねすげえ、うん、そうか、まあ、人ってほら、作りは大体同じだから、うん、そこが慣れればね、うん、動かせるはずなんで頭皮も動かせるなとドクロのピアスさん、小さい頃から耳メス動かせるよってやっぱいるんですねすごいそうそう耳と頭皮のあ、こっちもね、動かせるの、うん、コロッケさんとかめっちゃ動き動きよね確かにあれもとかちゃんとトレーニングね、うん、おでこのシワ
あ、でもなんとなく。いやだから森進一さんの顔をするときはなんかこうですよね。ああ。え、そんな顔なんですか森進一さんって。すごいすごい。ちょっとそうですね。モノマネのモノマネっていう感じでね。今。へえ。こんな顔。あ、顔はできてる。顔は顔は顔は。こんな顔できるっけ。森進一イメージ。想像想像このなんか。ブッダじゃん、それ。そうなんだ。五木さんじゃないよ、森さんだよ。うん、森さんは知ってますよ。うん、あの、うん、大好き。志村か、志村。それは志村。何なの、何なの、化け物。いいんですか、志村。ああ、難しい。ね。高田純次さんみたいに目を回せないけどっていう。ああ、すごいよね。横に動かせる。いや、こう回すのよ。あ、ぐる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 ってやるのね。高田純次さん。できる？うん、メモリストやってください。皆さん上向いて瞬きしてるだけですできない。俺できるかな。ああ、いや、でも高田純次はもっとこれがめっちゃ高速だもんな。ああ、できない。まあ人の能力ってすごい、ね、目玉リレーはね意外にできますね皆さん ね目玉リレー。ああ、右から来てこうやる、はいはい。あ、できるかも。はい、オッケー。はい、できてないです。できてない。え、できてたでしょ。できてないです。はい、あんまりできてないできてたでしょ今。できてない。おじさんが変な顔しただけ。え、じゃあやってみて。え、ちょっと待って。うわ、すごいすごい。あー、なるほど、できてる。うわ、すごい。できてるじゃない。あ、ちょっと今見えないでしょ。あれみたい、あの市川、あ、海老蔵みたい。あ、あれ俺一回練習してた。あ、そうなんだ。片方は真ん中向いて片方左に寄せるって。そんなことできるの。いや、できるできる。海老蔵さんできるよね。うん、一時期やってた俺。うん、あ、ちょっと似てるな。うん、なんかリレーできる。やってみて。おまけ放送っていいね、こんな。あ、ちょっとできてた。見てました。肝心なとこ見てないと思うけど今。見てなかった。肝心なとこ見てないと思う。あー、面白い。うん、これ音なの。指こうやって。俺らが高校生ぐらいだよこれ。あれだろ、どんな人ですか。手どうなってんの。これでパチ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 って鳴らして、これをしなわせてここに当てて。ああ、まあもう鳴らないな、昔ちょっと鳴ったけど。こうですか。こう、こうして、で、この振った勢いでここ人差し指と人差し指が当たらない、当たらない。青いソニカさんが夏いって言って。夏い。これさ、おかしくて、あの、この間ほら友達のうちに泊まったって言ったさ、うん、で、次の日の朝に、うん、向こうの息子さんがね、バスケットの大会があるって言って、うんうんうん、小学校今4年生なんだけど、で見に行ったわけ、はい、朝9時ぐらいに。で行ったらその子がプレー中にボールもらわない時になんか癖なんだろうね、ずっとこの人だったのに。それを見て親父が2階から「兄はバカっぽい!」ってデイジー罵声浴びせた。おかしかったな。これも流行りませんでした。これあれやらすな、ポキーみたいなならないですけど。ああ、なんかなんか掘った骨を乗らせる。ほら、ああ、歌舞伎の。すごい。近いでしょ、歌舞伎の。ああ、なんか衣装もまた歌舞伎のやつ。これ披露宴の時に、衣装合わせの時に、うん、ノリで試しに行ってきたやつが歌舞伎っぽかったから。やってみました。やってみよう。すごいすごい。ああ、いいですね。片方寄せて、片方、はいはい、前を見てみたいな。ぽいですね、歌舞伎役者みたいな、うん。難しいな。で、すごいすごい。見えないか、うん、見えないな。デコピン、はい、ねえ、デコピンな、あのほら、あの、すごい、よく学生の時に誰のデコピンが一番強いかっていうのをやってた。はいはいはい。そう、もうすんごい。ゆうこ、デコピンってこっちでやる。うん、これです。これ、あ、これ、うん、これの人いたさ。これもいるね。これ痛かったよな、単純にな。俺こっちをここに持ってきて、は、うん、こうして、うん、パン、こうです、ね、この指を、そうそう、指をここに、なんだろ、人差し指と親指の間ここに挟んで、
で、パンって。へぇ。もうめっちゃ痛いよ、デコピー。でも本当に痛いから一応、まあ、やるかって、 やられたくないやりたくはない、うん、なんだろう、どれで何かの時の罰ゲームだったら受けるけど、まあまあね、意味なくは嫌ですね大人になったらなお前だったら自分がはいはいはいってやる、ね、いや昔からはいはいはいって感じじゃないおお、そうだからっていうのでやりましたけどね、うん、とかね、まあ、せっかくなんで、うん、ちょっとあとこれ5分ぐらい 10分ぐらいだよね、はい、おまけってね、なんか今後そのギノガルフでやってほしいこととかさ、うん、あそうですね、こんな企画あったらいいなっていうの、もしあそうですね、ちょっと皆さんからご意見を聞きたいなと思う、うん、ドクロのピアスさん、世代別丸々選手権しましょう。ほう、どういうことですか、世代別丸々選手権、なんかタイトルはすごい面白そうですね。世、うんねうん、の中の銀の壺さん、ウインクはできますか皆さん。マギしてますよ。いやいや待て待て。まばたきですよ。両目やってますよ。うん、いや両目つぶってますよ。両目つぶってます。皆さん両目ずっと両目つぶってます。何回も。普通にこうでしょ。両目つぶってる。嘘。本当。両目大丈夫だよ。うん。まだ、あ、よく慣れてるもん。抑えないでください。手で。うん、一応。これなし。自然ね、自然。まばたきです。まばたき。今は目、ね、片目でしょ。今は片目。どう、うん。ウインクですから。パチッ。パチッ。両目つぶってる。両目つぶってるっていうか。そうなんだ、うん。俺ウインクできないんだ。そうね、いろいろ気づくんですね。気づくね。チャタンのいっちゃん、ビーチパーリーやりましょう。おお、あ、でもビーチかー。番組の企画でビーチパーリー。うん、いいですね。でも、上で ね、やりたい。夏やりたい。はなんか夏企画はちょっと。ビアガーデンが開いたやりたいですね、夏企画ね。うん。うん。いいね。あとは皆さんも、特に我々に期待はしてないですか特に。大丈夫ですか、何でも来い。ね。歌とかどうなんですか、なんか神田さんも歌を歌って弾き語りやって、なんかゆうこちゃんも、あ、じゃあ歌上でライブやったらいいじゃないですか、上でライブ、うん、あ、いいね、伊和さんも、もう僕はもういいっす、いやいや伊和さんだでしょ、伊和さんの、いや俺がやるんだったらロッキーも歌ってよロッキーも条件とロッキーも一緒だもん、俺がやるんだったらロッキーも道連れにじゃないですけど、うん、ロッキーも歌ってね、確かに、ロッキーの夏メロを、夏メロこの間歌ったのなんだっけ、お箱はブルーライト横浜、ロッキーのブルーライト横浜あと伊和さんの恋ダンス、恋ダンスいいですね、はい、まあ、なんかこの間さ、下田、あ、そうだ、その5日放送の夜に、うん、あのモダシの下田くん、はいはいはい、主催のカラオケ大会をアウトプットでやったんですよ、ね、そこにも参加したんですけど、単純に面白かったですね、うん、まあ、これはもうみんなそれぞれステージで歌うで、ね、そうで結局ほらいいスピーカーで、うん、いい音で、あ、なるほど、じゃあ普通のカラオケと違うで、通信カラオケだったんだけどなんか繋がらなくて、うん、急遽 YouTube にあるカラオケ音源を、おお、はい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 、ありますね、でステージ側から壁に向かってプロジェクターをやると、うん、歌詞が出るわけですよ、なるほど、だからステージみんな上に歌詞が出てるから全然歌えるわけ、へー、なるほどね、そうで、いろいろイベントやったんですけど、みんないい感じで、単純にカラオケイベントってこれできるなって思いました、うん、これお客さんも楽しめるの、そう、みんな普通にも酒飲んで酔っ払うだけなんだけど、まあ、そっか、カラオケ、大きいカラオケボックスにいるような感じで、ね、うん、だから普段そのカラオケ聴けないような、例えばバンドのギターの人が歌うとか、うん、あ、はいはいはい、そうそう、そういう感じでやって、で僕もなんか知らないけどそこにいてみたいな、何歌ったの、ミッシュル歌いました、あ、うん、いいな、なんかステージで歌うっていう経験一回もないから、だから、いや、だから伊波さんが歌うのを聴きたいっていう人がいるわけですよ、いないし、いや、いるんですよ、例えば入場料を取って、うん、伊波さんのカラオケを聴きたいっていう人がいるわけですよ、いや、いないでしょ、いるんです、伊波さんの恋ダンスが聴きたいっていう人がいるわけです
いや、二人しかいないし。いやいやいや、もうみんな持ってる。いやいやいや、俺あれやってみたい、そのステージでやって、うん、ほら、サビだけ、うん、お客さんに向かってマイク出して、うん、こうやって耳ね、こうやって、うん、歌ってみたいな感じですよね。待ってよ、これ逆なの、こうしてこうかマイクね、観客に向けてなんかね、はい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 、あれやってみたい、あれやりたいかな。いや、やってよ、みんなノリいいからやってくれるよ。ほんと、うん、これヤンさんですね。やべえ、今日酔っ払ってるんですよ。アメリカへのことを恋の下の穴これ聞きたいでしょ、みんな、ね、これみんな聞きたいよ、生でね。子供が起きたすいませんもう申し訳ない、ごめん申し訳ない、申し訳ないね、いやー、恋するかっちゃんさん、時間変わった、こんばんち、ごめん、今おまけ放送ですね、今日だけ、ね、はい、はい、他見たいのは、けん玉ショー、けん玉ショー見たいですか。できない、けん玉やったことない、触ったことがない。あとは、ゆうさくさんの恋ダンス、ほら、ヤーカラチアで放送、ヤーカラチア、家から放送ってこと。ああ、なるほどね。ほら、イハさんのカラオケ聞きたいってよ。あ、イハさんとカラオケ行きたい。ここはほら、イハさんのカラオケ聞きたい。あ、本当ですか。ほら、アリーナー、2回とか言いたいねって。言いたいよね。うん、イハさんのカラオケ行きたいっていう人もほら、いるわけですよ。ねえ、この人は、行ったことないのか。はい、ね、カラオケに、うん。よく知ってる人ではあります、ね。ああ、どうなんですかね知ってる人がありましたねもう、はい、そうそう、はい、いいですね、水井さんと花さん、苦笑いということで歌聞いてねよかったですね。学生、やっぱカラオケって若い時の方がうまいのかな。なんか俺、昔はそうやってなんか、うまくないっていう意識なかったんですけどね。いやー、まあ、やっぱりうん、あ、なんか上手になる、うん、まあやればやるほど上手になる。それもあるし、あとは他を知らないっていうのもあるでしょうね、学生の頃は。その中の世界でしか知らないから、きっと周りの、あ、なるほどね、の、はいはいはい、まだ人の、そう、社会に出たらめちゃくちゃ上手い人なんかもたくさんいるじゃん。いっぱいいますよね。なるほど、そういうことだと思いますよ。めっちゃ上手いなとか、確かに。あとは上手いだけ、上手い人ってもうたくさんいるのよ、うん。あとは結局そのプロとか、はいはいはい、そういう人ってステージングじゃないですか。そうですね、個性というか、うん、そういうのがやっぱ見ててすごい、本物の方たちはすごいなと思いますよ。うん、うん、本当に本当に。そうそう、まあ緊張する、歌う、俺緊張、まあ、喋るのはそんな緊張しないけど、歌うのは緊張しますね。やっぱ普段あんまりやらないことなんで、一曲歌えば落ち着きますけど、うん、最初の一曲目はすんごい緊張しますね。どういう風にしようかな。出だしの最初の音がどのキーかなっていうのですごいカラオケの時にね、うん、緊張する、あのうまく出せない、あ、うん、まあまあ、出だしが最初だったらもうね、できないじゃないですか。カラオケ分からなくなりますよね、うん、ね、え、うん、歌ってるけど、あ、こんな音だったっけみたいな、うん、あるある。あ、ちょっとカラオケはないもんね、ここね。はい、けどさ、さっきの方法だったらさ、やろうと思ったらできるんじゃない、上で。あ、カラオケ大会を YouTube の音流しちゃいけないのか、放送ユーストリームに乗っちゃうからダメなのか、ユーストリーム切ればいいのか。切れば、はい、もう切れて、ツイキャスも切らなきゃいけないから難しいか、アカペラになっちゃいます。あ、そう、アカペラ。でもカラオケのな、だったらもう俺たちよく学生の時、まあ、暇だからカラオケばっかり行ってたんだけど、うん、やることなくなって、うん、カラオケでしりとりやってたんですよ。あー、あーからまず始まって、わかるわかる、まあ、例えば愛の歌だったら、じゃあ次歌やったらターから始まる、あー歌を選んで、面白い、やったことある、うん、面白い。だ、その頃ってまだ本とかだったりもした。あ、そう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 、はいはい、だから本だから、本だから見たら、まあそうそうそう、そうなんだよね、はいはいはい、そうそうそう、うん、
あ、なんかケーキとかお茶とかいただきありがとうございます。もうそろそろ終わりますからね、うん、はい、あと2分ほどで終わりますんで、あ、はい、カラオケ大会でもそんな感じでね、しりとりでやるのがいいかも、うん、あの暇つぶしで準備ができるんだろうね。面白い。あと適当に曲入れて歌うとかね、うん、なんかそういうのもやってましたけど、うんうん、いいですね、久しぶりのおまけ放送、はい、こんなに緩かったですね。何だったかな、あ、そうそう、前も言ったけど、うん、あの俺もっていう愛の手でね、うん、俺もっていうのは何でもハマるっていう説、うん、あ、はいはい、サビ歌っても俺も、うん、あれは本当に僕が多分考案した。いやだから多分今リスナーさんは伊波さんの生俺もを聞きたいわけですよ。あ、本当に何でも合いますからね、俺もっていう愛の手は本当に、はい、ちょっとやっていいですか。必ず手に入れたいものは誰にも知られたくない、俺も完全に合ってるよね今ね。もう元の歌詞にあったかのような感じでカッコして、カラオケで今カッコの俺もが見えたでしょ歌詞に。余計なものなどないよね、俺も意味が分からない。余計なものないよね。俺も余計なものないよ。俺も余計なものないよ。俺もないよっていう。ゆうこなんか、なんか自分の小学校の時の、はい、魚魚魚魚魚を食べると俺もちょっと続けてみよう、はい、体俺も合う、合う、合うね、合ってる、体が合うのかな、合ってる、全然合ってる、ロキさん全然引っかからないね。じゃあ夏メロのやつ、あ、夏メロ、うん、一曲、じゃあ時間巻いていきましょう。街の明かりがとても綺麗ね、横浜これはこれはだって横浜以外は当てはまらないやつでしょ今のはな今の横浜以外は当てはまらないやつだから、ですね、今の反則ですよ。そうですか、うん、はい、ということでもうそろそろ、はいはい、終わりということになりまして、皆さんお付き合いどうもありがとうございました。またいつかね、あの忘れた頃にこういうおまけ放送やりますんで、はい、ということで皆さん、歯磨いてね休んで寝てください、はい、ということでお相手は金国広と宮優作と OBP 沖縄美少女プロジェクトの優子でした。そして、ロッキーでした。ありがとうございました。では皆さんおやすみなさい、バイバイ、ありがとうございました。ちょっと微妙説出てきましたね。いやいやいや、一応本当あれは横浜俺もは確かに横浜はおかしかったね。横浜俺もいいチョイスよ、いいチョイスよ、ロッキーいいチョイスだよ。横浜以外はハマるの